カズノ4頭は、鎌倉時代に自頭として、現在の秋田県北東部にあたる、道の区国カズノに入部した鎌倉武士団所流の国人衆である。1189年の欧州合戦後、年代は不明であるがカズノに自頭として、関東武士団の成田氏と一族の奈良、安保、秋元4氏が入部し、以後4氏は、軍内豪村に定着する。 鎌倉幕府の御家人たちが、幕府から個々に所領を与えられたのではなく、成田助皇の数の軍事党分人を単所として、一族として所領を分上され、また婚姻関係によって、軍内に所領を得たりして、同族意識を強化していった。成田氏は、武蔵国先西軍成田座と本拠とした、先西軍事の無党道州の長子助皇が、成田氏を三つ子高町が、奈良市を称した。 阿保氏は、武蔵国上郡、阿保郷を本拠として、この三氏は同族であった。秋元氏は、下屋国宇都宮浅綱の個体行が、家庭年間に、数佐国出軍秋元里に移住七名を取って、称したのを始まりとした。1318年に芝内村が、阿保二郎公院に当てがわれている。県武新世紀、成田頼時は、北畑秋家から数の国世に任命され、 大佐城を拠点として、軍内を支配。南北朝時代の初期には、比内の浅利氏が北朝方の蘇我氏に味方し、成田氏は南部支配下として南朝側に関わったため、数の比内の境界は、両勢力の接触点となった。室町時代には、南部氏の影響下で多くの所流が支援的結合を強めて、数の軍内及び比内地方に定着していき、 戦国気候期になると、数の盆地を取り囲む形で村落が形成され、それを背景とした地侍が館を構築し、在地領主として、豪村を苗字として分立して、軍内でお互いに勢力を競った。その規模は、村落単位で50前後が確認される。南部市による、南部春政、信直の不死対立や、1593年の仕置を、契機として、 多くの知事が三滅ぼしている。安保島の水望は1592年の久野辺正美の乱と直接関係しており、軽金不幸、柴内警府の一節に、花足、大里氏と共に三夜は同時に所領を失ったように伝えている。数の由来記とは、17世紀中頃に書かれた、旧南部領の米城川、上流、数の盆地に伝わる、各豪村成立の由来や、 とより下校した、数の四頭とその子孫について等を鑑名に記載している。南部総書に収録。類書に、数の由来集、数の旧記、数の延期がある。1、ケマイ村、ケマイ備中領名治成田総領南部、行江天文年中三個より使わされ、地行に千国諸派、ケマイ、世帯史、大決、日暮れからだ、赤沢、 奈良柏しわからだ。わにぐちやしき。すがおからだ。かごやしき。いち。おうゆむらほんはおうゆさえもんただし門ょ男じなら門うりょう。門ゃくししろうざえもんじなんじろうざえも,んんんざえも,ざえもせり。聖いられ三のさにて切腹しりほう。じろうざえもんひこんがるえ。浪人ろうに郎財門派ざ弁され二百国下され三南彦ん財門は。 津軽越中へ奉公後、大湯五平二戦国、大湯小坂とも雪南部後一門けまないゆきえいとこなり、一、大里村、大里和ずさ父行う戦国本名、阿保達雄、和野かの縁起とは、1836年の伊藤、ためのりの著書、和野軍の知史、歴史、伝承などに関する歴史資料を集めて解説している。ありがとうございます。